おぎゅうひさしは、江戸時代後期の大名。旧名は、松平常母。三河国奥伝藩八代藩主。後に、信の国田野口藩主。新寺流、おぎゅう松平家十一代。江戸幕府の老中閣、老中、若年寄り。明治維新後は、伯爵となる。日本赤十字社の創設者の一人として知られる。天保十年十一月十三日。 奥伝藩七代藩主、松平上里の長男として誕生した。幼少時から聡明で知られ、西洋事情にも通じていたとされる。華英五年三月八日、父の隠居により、家督を継いだ。六月には、竹橋五門番に任じられた。華英六年のペリー来航後、軍備の増強、革新の必要性を悟り、農民兵を重募して、保人隊を編成した。 11月に、受護医した、兵部省有に、ジョイ、任官する。万円元年には、日光祭礼部業を務めた。文久3年1月に大番頭に任じられ、8月に、若年寄りに任じられた。9月11日、藩町大手狭な奥殿から、飛び地ではあったが、領地の多くが存在する品の作群の田の口に移転し、新たに星型要塞である達岡城を建設した。 その後は幕政に参与したが、源氏元年6月に横浜佐港問題などで、政治総裁職の松平直勝と対立して和歌、年寄り職を罷免された。慶応元年4月、三河で品の移転に対する反対運動が起こる。5月には陸軍奉行として幕政への復帰を果たした。その後、7月に和歌年寄り辞席、12月には和歌年寄りとなり、 慶応2年6月には老中に栄心し、10月からは朝廷との交渉役を務めている。11月に聖備し下に少女し、12月には陸軍総裁に任じられた。この間、反省ではフランス式の軍政を導入した農民兵を基礎とする非常戦手組を編成する。一方で、食産工業や産種、ギートの増産など、国力の増強にも努めている。 慶応4年に1月、母親戦争を契気に、陸軍総裁職を辞任し、2月には、老住職も辞任した。そして幕府との決別を表明するため、お牛と改正した上で、シなのに帰国し、3月には上落して、新政府に基準する意思を表明したが、新政府では、上母が幕府の中心人物の一人であったことから謹慎を命じた。 4月には新政府の命令に応じる形で北越戦争に出兵し、このため5月に謹慎処分を解かれた。5月28日に判明を竜岡藩と解明する。後に維新の先行として焦天金2000両を可視された。明治2年6月、藩赤奉還により竜岡藩知事に任じられる。しかし、 竜岡藩の財政破綻のため廃藩を申し出て、廃藩治験前の明治4年6月2日、廃藩となり、治藩時を免ぜられる。7月に名前を松平常墓からお牛久氏に改名する。明治6年、目イユ取り調べを用がかりに任ぜられ、世界の勲章制度に関する調査を命ぜられる。明治8年、元老院議官。明治9年には、 将軍事務局副長官に任じられた。明治11年、議官検証訓局副総裁。明治17年の家族令では死者に除せられた。明治21年、訓位等明治23年7月、貴族院死者議員に選出され、明治30年7月まで在任。明治28年からは、将軍局総裁。明治37年、ジュニー。 明治40年には、将軍制度の確立を称されて白尺に称釈。明治42年2月23日、数密古文館。明治43年1月6日に死去した。去年72。既得の方が、天朝に達すると、正任に上され、君一等局日東下大受賞を授与された。松平上母に関するカテゴリー、お牛上母に関するカテゴリー。ありがとうございます。